戦でついに決勝の舞台ですね。そうですね、10秒9台を出して決勝に進んできました。7レーンはアメリカのアレイア・ホップス、全米2位でこの決勝の舞台です。はい、力強い走りですね。力ありますね。同じくアメリカ勢メリッサ・ジェファーソン、21歳全米チャンピオンです。はい、全米チャンピオンの意地を見せてほしいですね。まあ、この声援の、ね、追い風に乗って、まあ、ジャマイカ勢と勝負ですね。6レーンはこの 100m5 つ目の金を狙います、シェリーアン・フレイザープライス。準決勝まで単独の走りをしましたので、タイムも期待したいと思います。3レーンからジャマイカ、シェリカ・ジャクソンは東京オリンピックの銅メダリストです。今年絶好調ですね。トンプソン選手にもジャマイカ選手権で勝っています。アフリカについに 100m の称号が渡るのか、マリージョセ・タルー。タルー選手もこの大会で8台で走ってきました。ぴったり調整してキープ合わせてきましたね。2大会連続オリンピック2冠、世界陸上で初めての金なるか、エライン・トンプソン・ヘラ。女王の貫禄ありますね。後半の伸びに期待です。ジャマイカ勢が3人残ってきました。アメリカ2人、スイス、コートジボワール、そしてイギリスというメンバーです。男子はアメリカが 1-2-3 でした。果たして女子はシェリーアン・フレイザープライスが勝てば5つ目、その 100m の称号を手にするか。シェリカ・ジャクソンは初めての金を狙っていきます。真ん中からジャマイカ、エライン・トンプソン・ヘラ、世界陸上で初めての金メダルを目指します。女子 100m 決勝、最速の女王が決まります。スタートしました。シェリーアン・フレイザープライスがいいスタートを切っている。いいスタートしましたね。シェリーアン・フレイザープライス、アンジャスティング、シェリーが来た、シェリーが来た、しかしシェリーアン・フレイザープライス10秒6台が出ました。大会新記録、すごい。シェリーアン・フレイザープライス、なんと女子 100m 5つ目の金メダルを手にしました。まさに圧勝でした。オレゴンの空気を切り裂いた陸上王国、陸上の聖地ヘイワード・フィールド、女子 100m を制したのはシェリーアン・フレイザー・プライスです。6台で勝負を決めて、そして2位も7-3という、もうレベルの高いレースでしたね。シェリカ・ジャクソン10秒73自己ベスト、トンプソン10秒81、ジャマイカ 1-2-3。